1月から、まあ、2月まではね、うん、ドラゴンズのキャンプぐらいまではみんな当たり前のような普通のですね日常でワイワイやってたんですけど昨年の余韻もあってね、そしたら、もう降って湧いたかのようにまさに、はい、新型コロナウイルスがですね、うんまあ、発症して蔓延してということで今もう入学式、うん、卒業式もまあできなかったり ね、で学校も、短縮授業とか夏休みがとか、はい、もういろんなところで影響が出てきているんですけど、まさにもうこの時期、ね、ウィズコロナという中で、はい、いろんな意味で、まあまあ、いろんな方策ね、全国の、国県自治体やってるんですけど、まあ、我々読谷村としてもですね、まずできることから確実に、やるということでですね、今、はい、局長からも、紹介ありました、季節性のインフルエンザ予防接種がですね、そうそうそう、すごい、10月1日からということでございまして、うん、これは、まあ、読谷村内外、中部地区のですね、クリニック、診療所であれば、はい、どこでも受けられますんでですね、なるほどなるほど、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、でこれは2月の28日までということなんですけど、うんまあ、もちろん、ね、前半は、高齢者の皆さん、うんうん、10月受けていただいてですね、はい、でそれ以降若者というんですか、うん、も含めてということでお願いしたいと思っています、うんまあ、いずれにしても、まあ、都合のですねつく限り早めに皆さんインフルエンザのですね予防接種を受けていただきたいということで、うんこれまでは、まあ、高齢者の皆さんがですね、うん1000円で受けられるとかということだったんですけど、うん、今回は新型コロナ感染症対策の一環としてですね、はい、同じ発熱症状があるということで、うんうん、熱発してインフルエンザなのか、うん、コロナなのかということをね医療現場で、うん混乱してもいけないと思います、はい、またこれ、非常に皆さん心配されていますんですね、うんうん、とりあえず皆さん季節性のインフルエンザの予防接種はきっちりやってですね、そうですね、まずインフルエンザにはかからないということのもとでですね、まあ、コロナ対策、うんもですねやっていこうということでございます、うんね、これ本当にもう予防接種を受けることも大事ですし、その受けること自体でまたその感染予防っていう意識を高めていくっていうのを ね、きっかけになりますね。そうですね、うん、自分がそういった行動を起こすということですよね。そうそうそう、はい、第46回読谷祭りということでですね、うん、これは、はいまあ、通年の、第4の金土日ということで前半祭から含めてやっているんですけど、うんうん、今回はまあそのコロナの影響でですね、はい各地域祭りがまあ中止される中でですね、うんうんうん読谷ではできる方向でやろうということでですね、うん、今リモート祭りということで ね、もうこれは FM 読谷さん含めですねいろんな皆さんの、協力も得ながら、10月の24日土曜日、うん、そして、25日日曜日ということでですね、まあ、みんなで取り組んでいこうということになっております、うん商工会が主催します読谷まるごとスタンプラリーとコラボという形になりましてですね、スタンプが、スタンプ集めて、楽しんでもらいたいということで、さらにこの読谷祭り特別賞なるものを村長今回作っていただいたということ で、各実行委員会の、ね、組織の代表の皆さんに奮発していただきました、はい本来であれば10月11月と開催をして12月に抽選会を行うんですけど、うんうん、今回この10月の25日の日に村長自ら祭り特別賞の抽選会を中間で行うということで、同じスタンプラリーを参加するのにも今回は前半で参加した方が2回抽選の確率が高まるということですね。ぜひ早めにですね、はい、ですね村内商工業者のところを訪ねていってですね、うんスタンプラリーにも参加していただきたいと思いますね。今回なんか祭りの、楽しみであります花火も打ち上げされるということで、はい、花火もですね、まあ、日曜日に2箇所からですね、はい2箇所、はい、お読谷を、まあ、北地区とですねじゃあどっからでも見れる下からですね、うん、下の方ということで、へえ北地区でも、まあ、木名小学校から時小学校でも見れますし、うん、また南部地区もね、はい、からも見れるということで2箇所から大きい花火をみんなで打ち上げようということになってますね。なるほど。じゃあ、自宅でインターネットでの映像を見ながら祭りを楽しんで、また、
お時間になりましたらリアルにこうボンボンと花火が上がると、はい、おなんかちょっとその時にね、まあ、その前段でね、YouTube では村民みんなでカチャーシー動画ということでこれもね、いろんな人募集してますよね、はい、取りためてると思いますけど、はい、それをざーっと出してですね、で最後にまあ狩牛の言葉をやって閉会の挨拶で花火が打ち上がるという、まあ、通常のね読谷祭りの朝に、はい、リモートとかしてですね、これはこれでたくさんの皆さんが参加していると思いますね。